所有する IRBM は5発と少ない。そのため敵は偽のサイロを作ってこちらの爆撃から守ろうと必死だ。偽のサイロだと？ペンキで書かれたサイロだ。そんなものでも空からの目は騙せる。巨鳥を撃ち落としたロングレンジ部隊の活躍だな。噂は聞いてる。俺たちは爆弾を運ぶ。あんたは中末誘導を頼む。照準ポットを使うにはまず兵装を切り替えるんだ。ハットの中央に表示されている円内にミサイルサイロを捉えろ。その状態で兵装発射スイッチを押せば爆弾が投下される。その後も着弾までサイロを照準の中央に捉え続ける必要がある。着弾の瞬間まで照準ポットでサイロを捉え続けろ。バンカーバスターの着弾を確認。ドンピシャだ。一つ目のミサイルサイロの破壊を確認。やつらくってるぜ。そのとおりだな。バンカーバスターの再投下には時間が必要になる。慎重に狙うんだ。敵や防衛のためにあちこちに対空火器を配備している。邪魔をしてくるなら連携して対応するまでだ。